よっしゃ、次セリリにするか。セロリ。はい。俺にするのか。まあ適当に頼む。あれれー、セリリ。コナン君いたな。コナン君いたな。コナン君いたな。意気込みはそれだけか。もっとこう破壊したくなるようなセリフを頼むよ。やる気出ないから。ココナン、真面目にやれ。おー怖い。よし、それじゃあみんなおやすみ。出た。あー美しいセロリ。さすがこの一族の中で最も美しいとされる私たちの兄弟。あーでも確かにね、さっきのエンドで指導者となってたもんな。これも過去なのかな。あなたの親友と大違い。あの荒々しい立ち振る舞い、不快で仕方がありません。いつあの者が被害を加えるか分かりません。今すぐ付き合いをやめなさい。家族である私たちからの命令です。あなたは兄弟の中でも一番下なのですから、いつものように従順で美しいあなたなら分かるでしょう。私たちは崇められる対象として常に美しくなければならないのですから。わあこれ大変そうだね、セロリも。はい、分かりましたお兄様。美しいセロリ、あれほど言ったのにまだ縁を切っていないのですか。まあそう簡単にね、切れるもんじゃないと思うぞ。それに最近言動が乱れているように思います。まさか何か悪い影響を受けているのではないですか。早く縁を切りなさい。わかりましたね。あーこれ多分ココナンと付き合っていくうちにシャワールームを送らされたんだな。はい、わかりましたお兄様。あーちょっとあなた、まだ縁を切っていないようですね。うるせえなこいつら。こいつらうるせえな。仕方がありません。何か適当な罪をつけてタワールームへ追放しましょう。やばいやばいやばい、よくないよくない。おお、冤罪だろただの。それ、あの様子だとあの者は一生出られないでしょうね。ああ面倒。ああ口悪くなった。こんな世界間違ってる。常に監視され、一挙手一投足を指摘される。こんな生活もう飽きた。ふざけんじゃねえよ。どうにでもなればいい。セロリ、今のは聞き逃せませんね。まったく仕方がありません。あなたをシャワールームへ送ります。うわーかわいそうすぎないこれは。てか喋り方さ、ずっと敬語疲れぬよなこれ。今日も集まりましたね。今日の修行の成果はどうなんですか。それじゃ頼んだぞ。なぜ今石化を。あなたたち何をする気なのですか。勝手な真似はやめなさい。お、本当にするんですか。うん、やるよ。おめえら、ハンマー持ったか。始めるぞ。ここなんか一番の問題じゃお前なんだよな。うわ、今日も破壊すんのか。じゃあさあさあ、どこから壊してやりましょうか。お前はもうちょっといたわってやれよ。好きな場所からやってやろうぜ。まあ、これはまあ多分壊す場所はどっからでも変わんないだろうけど、腕、足、首、なんてことを。この一族の有望株をね、こんな姿にしちゃって。これ以上はいけません。さすがのシャワーヘッドもこれは冷静にはいられないか。壊す。壊した。ああ、こんなバラバラに。わかりました。ここから出します。なのでもう破壊行為をやめなさい。うお、ココナの時と対応が違うぞ。これ以上は修復不可能です。マジ？やったぜ。あ、でもこれ、ここまでなら直せるんだ。腕、どうやって直すんだ？あなたたち、まさか直す方法を知らずに破壊したのですか。なんて野蛮なのでしょう。ここから出たら監視システムの本部にある医務室に向かい手当てをしてもらいなさい。そう、そこの施設は僕が案内します。よく出入りしてたので。そうなの、リスリス。前もなんかちょっと過去が気になるところだけど、分かったのならばすぐに処置を行いなさい。いいですね。さすがのシャワーヘッドもセロリを失うことを恐れてんだ。分かった。その後俺たちはバラバラのセロリを抱えてシャワールームを脱出できた。だがセロリを海室に届けて出てきた後、またシャワールームに戻されちまった。騙されたんだよ俺たち。うわぁそうだよね、そりゃそうだよね。こんなのブチ切れるだろ。だからどうしたかっていうと、あれココナン、リスリスとナール二人とも俺が壊してやりました。なんかさ、ドッキリみたいな感じで言わないでよそれ。ちょっと俺たち逃がしてりゃこんな悲劇起こらなかったのにな。残念残念。俺の手で壊された二人がかわいそう。お前が言うなよ。監視してる奴らはこれを隠蔽するためにどうするか考えた結果、なんと俺は英雄になり偉くなりました。嘘でしょ。
英雄。何これ、何持ってんのこいつは。なんかでっけえ斧みたいなの持ってんのこれは。俺は反逆者皆殺しにし、これ本当に冤罪だけど、タワールームに連行されたガストの後、修行者同士の争いを身をもって止めたということで収めるんだとよ。うわ、この一族の闇が見えるな。多分だけど、さすがに人が死にすぎたから、俺はぶっ壊して隠蔽するより、そっちの方が楽だったんだと思うぜ。こいつを生かしておいていいのか？ここなんを。とはいえ、一族同士の争いは禁じられているのに、英雄になって地位が上がったものだから、いい気分、いい気はしない奴も増えて、その度に俺を消そうとしてきた奴いたな。まあ、全員殺したんだけど、いや、ダメだった。一回しておいちゃダメだ、こいつは。で、なんやかんやって、俺についていくやつと、今の指導者についていくやつ。つまり、今まで通り監視されたやつと、されたくないやつで、一族が二分割。そうして二つの歴史が、それぞれ続いていくのでした。めでたし、めでたし。いや、めでたくない。全然めでたくない。ここなんエンド。よっしゃ、今日は、リスリスにするか。はい。リスリスだな。まあ、当の本人はもう寝ているわけだから、勝手に決めたことになるけど。そうだな、リスリスはかわいそうに、先に寝なければ話し合いが できたのにな。いや、かわいそうすぎない。寝てる間になんか、犠牲者になっちゃった。次の。まあ、他のやつに変更してやるかどうかは別だけどな。よし、それじゃあみんなおやすみ。まずいです。どうした?皆さんの監視を行っている人々や、システムを滅ぼす計画がやっとできたというのに、こんなに早く見つかってしまうなんて。あれこれ、本当の黒幕はリスリスだったのこれ。この監視システムの内側で監視活動していればバレないと思っていたのですが、とにかく早く起動しないと、できるだけ多く殺して、殺すのか。この監視社会を崩壊させてあげないと。起動が遅いです。急いでる時に限って僕っていつもこう、思想が強いんだよな。ちょっと見つけましたよ、リスリス。この子だけは助けてあげてくれませんか。この子、この暴力的なプログラムを入れる前まではありふれた人型のロボットなんです。何のことそれは。全て僕の責任なんです。僕だけを追放してください、リスリス。何も私たちはあなたを責めているのではないのですよ。この機会を有効活用するために回収しに来たのです。ちょっと待って、お前ら本当に美しさを司る者たちなのか。本当に有効活用、何する気なんですか。もしこの子に罪をなすりつけるのつもりなら許さないですから。本当に殴りますからね。本気ですからね。まあ一族同士の暴力は禁止ですよ。危ない思想はいただけませんね。本当はこんなことしたくなかったのですが、こうなれば仕方がありませんね。あなたをシャワールームへ送ります。リスリス、機械に強そうだったけどな。意外とこういうのバレちゃうんだな。まあでもこれあれだな。これ、プログラムが起動していた世界線もちょっと見てみたいけど。あなたたちから呼び出したとは一体どうしたのですか。そして、リスリスが石化したままのようですが、あなたたち何をするつもりなのです。お前ら、ジムやってきたか。起きちまう前に済ませるぞ。寝てる時に何も知らないまま壊されるのか、リスリスは。まあ、どこからやったって同じだし、適当に選ぼうぜ。まあ、腕からやっていくか、いつも通り。腕、足、首。なんか戻ってない。いやいや、壊すのよ、もう。なんか石化解かれてるじゃん、これ。大丈夫なのこれ。ああ、こんなにバラバラに。あれ、石化してたんじゃないの。それにシャワールームが血まみれではないですか。いやー、途中で起きちゃうなんてびっくりびっくり。ビンビン。起きたの？あ、起きちゃったから石化解かれたのか。これじゃ元に戻せないな。いやー、あれ、お前たち。あれ、話が違うってそれ。石化したままであれば、増えたかもしれないのに。友達殺したのにすっごい冷静なんだけど、こいつら。あなた方はいつもそうです。黙って従っていればいいもの、の、そのように、自ら行動を起こすことで、都合を生むのです。それに一人消えたくらいであれば、どうにか隠蔽して修行を継続させられます。ああ、こいつらやべえわ。なんてことありません。修行に戻りなさい。じゃあもう二人消えたらどうでしょうか。冗談きついぜ、ナール。あれ、ナール?あれ、お前な。なんかそういうこと言うのはここなんじゃないのか。ぐちゃ、あれ?おい、話が違うぞ。
ちょ、待った。ぐちゃ。なる、さすがにやりすぎです。やめなさい。じゃあ僕を止めよう。止めるよう交渉してみてはどうですか？あれ、お前ココナンよりやべえわ。ココナンが問題児だと思ってたけど、お前が問題児かもしれない、これ。早く助けないと。二人とも手遅れですよ。あなたが僕を外に出せば助かるかもしれない。かわいそうな二人。一人はごまかせても、三人は無理そうですね。監視していたあなたの責任はどう取るのでしょうか？シャワーヘッド。これすごいな。初めてシャワーヘッドに逆転したぞ。わかりました。あなたを外に出します。この施設の医務室に向かい、二人を早く手当てさせるのです。でもこれ結局、出た後で捕まんじゃねえの、これ。そして僕だけが外に出された。手当て、受けさせないけど、あれやばいかも、こいつ。だって手当てしに来た人も全員殺したから。ナールが一番やばかった。リスリスの血を見たことがトリガーとなり、自動破壊モードに移行し、目があった一族の者たちは全て殺した。何それ自動破壊モード。お前人間じゃねえの。鍵を奪って監視システムやライフラインを停止させた僕を止めようとした人たちも全員殺した。あら。僕は何としてもこの一族を全員殺しきる。全てを壊しきるまで、運命がなくなるまで、歴史書が読めなくなるほど血に染めて、この世界で起きたことは全てなかったことにしよう。それがリスリスの望みだから。そうなの。ああ、そういえばなんか言ってたね。あのなんかパソコンでやってた時か。ナールエンド。じゃ最後にこいつだ。ナール、ちょっとお前のちょっと見方がさっき変わっちゃったからな。ナールでいくか、まあ、とりあえず。僕か。わかった。怖くはないのか？怖かったらこんなこと言い出さないよ。あ、そういえばお前が言い出しっぺだもんな、そういえば。うわ、こしれなくて怖いやつだな。それじゃあみんな、おやすみ。おう。しっかり動きますね。あー、これも過去か。なんかさっきさ、機械っぽい感じしてたけど、不可解な動きをするなどといったバグがあるものの、暴力に特化したプログラムが生み込まれてますね。これあれなの？ナールが機械っぽいだけで、他のみんなは別に機械とかじゃないのかな？こんなものを隠れて作っていたなんて、なんと恐ろしいですが。あ、待って、これあれか？さっきなんかリスリスが、この子だけやみたいな言ってたけど、これ、ナールのことだったのかな、もしかして。あのものに罪を被せるためにちょうどいいですね。一族同士の暴力が禁じられておりますから。それにしてもこの機械、なんて美しいのでしょうか。我々、美しさを司るものとして、美しさに関しては多様性を重んじていますが、からね、美しさの標本として期待できそうです。さあ、しっかり役目を果たすのですよ。ああ、これいじられたのかな、もしかして。そしてそれらを終えた後、一族の一員として招き入れるための通過儀礼として、あなたをシャワールームへ送ります。ええー、くらいしちゃった。何もしてないのに。今日も集まりましたね。今日の修行の成果はどうなんですか？それじゃあみんな、よろしく。あれでもこれ、ナールは、あ、石化するんだ。なぜ言いますか？あなたたち、何をする気なのですか？勝手な真似はやめなさい。あ、ナールが選ばれたのですか？あ、これ、あ、そっか、リセリセを知らなかったのか、そういえば。これは、よかったです。よかった？それでは始めましょうか。なんだ、よかったってどういうことだ？では、どこから壊しましょうか？どこからでも大丈夫ですよ。やっぱ、そういうことだったんじゃないの？リスリスが作ったってことじゃないの？これは。あ、腕。おお、なんか出てる。線みたいなのが。やっぱ機械なんだ。足。あれ、なんか両足ってのこれ。首。あ、なんだ？気づいたか、みんなも。ああ。いやいや、ちょっと待って。コードとか出てますけど。ロボット？ええ。僕が持っていた、巨型ロボットです。ああ、やっぱそうだったんだ。いや、知らんかったわ。今まで、それ黙ってるのびっくりなんですけど。あなたたち、黙りなさい。なんということをしてくれたのですか。この答えは、これからの美しさの新しい定義になるはずのものだったというのに。美しさの新しい定義。ロボットが？あの方たちが言うには、ロボットは完璧な存在とのことです。そうなの。ロボット完璧なんだ。ほら、お肌もツヤツヤですし、汚れた思想も自我もないですから。そりゃロボットだからな。それが美しいのか。だが、振る舞いとしては美しくなかったような。僕が少し、プログラムをいじった時に、なんだかロボット
トっぽくない動きをしてしまったんです。これが自我というものでしょうか。すげえなお前、ロボットに自我持たせたの。リスリス、直ちに直しなさい。と、その前に僕たちを外に出すのが先です。直すための器具がないので直すことができないんです。他の二人にも手伝ってもらいます。指示は僕が出します。だからみんな外に出してください。取引ですか。内気なあなたが。確かにな、お前がこんなことするとは思わなかったな。はあ、いいでしょう。つなぎ目が見えないよう丁寧に直しなさい。でもこれ直した後また捕まるんじゃないのこれ。こうして俺たちはシャワールームから出た。リスリスの手際の良さには驚いた。普段はあんなにどんくさいのにバラバラになったナールをあっという間に元通りに してしまった。ところによると、リスリスは監視システムに勤め始めたばかりの係員らしい。あ、そうなん。その後、俺たちはナールを作っていたというシステム室の一つへ招待され、リスリス主導で話し合いを始めた。うお、なんだこれ。何の話し合いかって。決まっている、革命だ。あれ、じゃあこれがトゥルーエンドなのかな。もしかしたら常に美しさを監視され崇められる対象としての生活を送らなければならない、このクソったれな仕組みをぶち壊すんだ。これもしかしたらなんか4人でまた、じゃあ出た後の物語も描かれるのかな。前に同じことをしていた奴らもいたらしいが、全員殺され、コナンに罪をなすりつけたようだな。俺たちは絶対失敗するわけにはいかない。俺たちは本気で世界を壊す。うわ、壊すのか。リスリスの作った破壊に特化した機械軍によって滅ぼそう。本人もようやく動かす時が来て喜んでいる。この生き様自体が美しいのだと証明するんだ。幸い、あ、じゃあ、辛い道でも共に進もうぜ。自由のため、美しさのため。そして将来、歴史書の終わりに俺たちの名を残そう。だって俺たちは誰と比べるまでもなく美しいのだから。リスリスエンド。